きましょう。はい、プレゼンスキー大集合。大集合ということで、今回のタイトル、マジかマジかマジか中島理沙選手から目が離せない、ね、4.3 JWP マニアックス2016 JWP 女子プロレス後楽園ホール大会スペシャルということで、はい、中島理沙選手の登場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、もうね、すぐにこの話題に入っていきたいんですが、早いですね。もうね、そうですね。もうね、中島理沙選手から目が離せない。はい、これはね、昨日ですか、もう20日。おとといの、はい、これでオズ、はい、ね、オズのね、はい、もうから離れて、ね、予定通りですよ。予定通り、そうそう、予定通りですよ。予定通りと来ましたよ。大体ね、そんな JWP を散々こけにした尾崎に、私がつくなんて、もう絶対ありえないですからね。いやでもね、そうですよ、みんなそういう意味では騙されてた。あ、騙されてた。本当ですか？そうだ。悪いアリスも見てみたいな。そう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 、ね、そう、どこまで悪くなったか。だからでも正義軍に入った時に、なんか全然批判もなく、みんないいじゃんみたいな、正義軍似合ってるじゃんみたいな意見があって、なんかみたいな。私的にはなるほど。でもね、でもね、なんかこう、なんだろう、また違った中島選手が見れて、我々ファンとしては得した気がした、ね、あら、よかったです。あ、そうそうそう、ね、ベストフレンズの開局にね、このね、そうですね、華やかさとかっていうのがあったからなんかね。そうなんですよ、ね、あ、そうそう、そうですね、楽しかった。花持ってナイフ持ってみたいな感じだからね、こうね。あ、今回はまっちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、はい、そうそう、ね、うん、で、ただ気がかりなのは、JWP に一回背を向けた中島理沙選手が、はい、もう一回どういうふうに JWP の、ね、選手とこうやり合っていくのかっていうね、はい、いやでも別にやり合うに、のに関しては別に横並びしても手をつなぐ必要もないので、そうかそうか、まあ、今までと変わらない、変わらない、変わらない、はい、あの尾崎についてたことはもちろんそれは嘘だけれども、私がその間に JWP の選手たちに言ってきた言葉に関して嘘は一個もないので、思ってる本心を言ったままであって、彼女たちのピュアハートは偽物だと思ったし、そうですね、もうそれはそのままなので、でもそれを言ったことによって、まあ、ウォンテとはじめ、まあ、みんな変わったと思うし、なんかヒートアップしてきたし、何が一番怖いって、その12月に春山さんが引退してしまって、はいはい、春山さんがいなくて寂しいとか、なんかその穴が開いてしまうことがすごい恐怖で、それでなんか選手たちのモチベーションもなんかこう、ってなるのが嫌だなっていうのもあったので、なんかそれどころじゃない状況にできたっていうのは、あの、まあ良かったのかなと思う。それはまあ結果論ですけど、でもね、中島選手のその年末でしたっけ、あの尾崎真由美選手が作っていったからね、はい、そうですね、はい、春山さんの引退の日、そうそうそう、あの、そこに関しては大ブーイングでした。そうだね、いや、もうあのね、あ、そう、あの、そうそうそう、あのね、ハッピーエンドの割ると見せかけみたいな、だからその春山さんの引退の DVD がこの間発売になったんですけど、JWP の全選手がこう牙を作って映ってる中、私いないので、そうなんですよ。確かに、確かに。そうだそうだ。そうだそうだ。そうなんです。まあでも、その引退はたったもう一度しかない、春山さんにとっては大事なことかもしれないけど、でも JWP 女子プロレスっていうのはまだまだ続いていくし、もちろん中島愛さんもまだまだ続いていくので、そうなんですよ。いや、あのね、中島選手の日頃のそのマイクは、私聞いててすごく共感することがたくさんあるんですよ。それはやっぱりね、中島選手の本心で言葉が発せられてるからだと思うんですよね、そうですね、そう、だからあのマイクパフォーマンスをやるときも、多分共感してくれて、よく言ったって言ってくれる声多いんじゃないですか。そうですね、部員がって教えてるけど、そうなんです、ね、結構ね、共感できる言葉の選び方上手なんですよ、ね、あ、嬉しい、本当に嬉しい。あんまりね、長くダラダラ言ってるとてめえことやろって長く言ってるとわけわかんないんだけど、端的に必要な言葉をポンポンポンって並べて、マイクポンって置いて帰っちゃうから、インパクトがね、すごく強くって、本当に、そうか、言いたいことをわーって言ってね、上手ですよね、はい、ありがとうございます、でちゃんと伝わって帰っていくんで、あら、よかった。マイクをポンって投げる瞬間、おっとドキッとしてるしながらね、
ドキッとしながら昭和のファンにはたまらないそう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 マイク投げてくれるクセでしょうね一度なんかマイクってポンって投げたら、はい、あの中森さんかなあの顔面にバーンってことがあってあれなんか悪かったなってちょっと悪かったなって後から反省ということで、はい、まあそんな中島ありさ選手ですが、はい、ね、いよいよ 4.3 後楽園大会で、はいはい、尾崎真由美選手と対戦ということになります。ちょっとあの概要をお伝えしておきましょう、はいはい、4月3日日曜日後楽園ホールです。で JWP マニアックス2016とこれマニアックスシリーズなんですね、ずっとね。そうです、うん、ね、おそらくで去年も2015で来てますよね、はい、4月の大会がマニアックスですね。4月がマニアックスですね。で今回あの、うん、この日がちょうど4月3日っていうのが JWP の旗揚げ記念日なので、あの本当にもう24周年、うん、この日がまさにすごい、ね、という大会なので、皆さんぜひお祝いに駆けつけていただきたいと思います、はい、ご祝儀ありですね。はい、よろしくお願いしますご祝儀あり、ご祝儀あり、ご祝儀あり、はい、ということで4月3日ですね、はい、会場が11時15分お昼の大会になりますね、はい、試合開始が12時ということになります、うん。でチケットちょっとご案内しておきましょうか、はい、特別リングサイドが7000円、リングサイドスーパーシールドが5000円と、うん、そして指定席 A が4000円、指定席 B が3000円ということですね、はい、指定席 C が2000円とファンクラブ500円引き、はい、で当日はそれぞれ500円増しですね、うん、はい、で18歳以下の指定席のみが1000円と、18歳以下は1000円で安いですね。そうなんですよ、ね、若い人にも見てもらいたい、ね、ぜひぜひね、見ていただき、親子連れっていうのがいいですよね、日曜日だから。そうですね、はい、親子連れでね、お子さん連れて、はい、でも2000円からあるのでかなりもうね、見やすいかなと。まだ春休みかな、3日だったら。そうそう、春休み、まだ春休み、本当春休み3日、うん、おー、じゃあぜひ皆さんね、ぜひぜひぜひ、お家族でね、お家族でね、来てほしいと思います。これちょうど花見の時期じゃないですか。そうですね、散り始めぐらいですかね。 GWP 見て花見をして帰ると。そうですね、ちょうどいい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 、いい酒が飲めるよ、いい酒が飲めますか、いい酒が飲めるし、はい、そう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 ということで、はい、カードちょっと随時発表していきましょうか。はい、はい、じゃあ下から下からいきましょうかね、はい、先日あの花屋敷で決定したんですけれども、はい、6人タッグマッチ、はい、コマンドボリショイ中森花子、うん、木村京子組対、はい、倉垣翼、米山香織、はい、ダッシュ千佐子ですね。はいはい、でこれあのボリショイさん、中森さん、木村さんでなんか、ええ、謎のユニットがスタートしてるんで、ね、木村軍、過去仮っていう、過去仮、はい、過去仮なんですか、ね、はい、なんかもう木村さんから中島潰すみたいな言われてるので、うん、まあでも今のところ私あんまかかってないからあれなんですけど、はいはいはい、まあ、でも木村君、うん、アメリカから帰ってきて多分初の日本での試合なので、うん、あ、そうですね、そうですね、はい、アメリカ行きますからね。アメリカで試合してきたんですか、木村さん。何試合してないよ。何ですか、ですか、ね、新婚旅行、うん、あー、わかんない、わかんないけど気づいてないんで、多分新婚、タイミング的に新婚旅行ですね。ね、されてなんかそんなような感じだと思うんですけ ど、まあなんでね、まあどんな感じで帰ってくるのか楽しみですけどね、うん、木村さんはあれですか、はい、あの、オッズから世間が離れたことは知ってるのかな、はい、どうですかね、アメリカまで情報は行ってるのかな。それを知らずに、まあ、多分木村京子は私がオズにいようがいまいがどうでもいいと思うので、なるほど、もう、そうなんです、首を取るというふうに狙ってるわけですね。はい、まあ楽しみにね。でも中島さんあれですね、はい、中島さん中心にもう周りの人がみんな狙ってきますよね。そうなんですよ。もう楽しいですね。ね、順番ないとね。本当ですよ。本当にいいですね。順番。待て待てと。5番の方みたいな。やりたいですね。はい、ということで、はい、次です。はい、じゃあ次が、2ホールカウントマッチ、うん、レオン対藤本司。はい、うん。これめちゃくちゃ楽しみですね、私。これの2ホールっていうのは1、2で。はい。っていうことですか。そうです、はい、で2ホールカウントマッチを初めてやったのが JWP なんですね。あ、うん、なるほど、はいはい、なので、うん、まあ、そういう JWP ならではのルールでっていう、この動ける2人が戦うのはすごい、うん、これちょうどスピーディーな、スピーディーな、ね、スピード感のある試合になりそうですね、はい、なんか最近結構パワー重視になってたレオンさんの、あ、そうか、そのハイスピードなところがまた見られるのかなと思うと楽しみですけどね。あの他団体で藤本司選手はハイスピードマッチやってますね。そうですね、やってるから、ね、そう、まあでもツッカーが勝ってくれると思います。おー、さすがベースオフレンズのパートナーですかね、はい、パートナーですからね、はい、はいはいはい、で次がですね、はい、次期二冠タッグ挑戦者チーム決定戦、はい、すいません、いやいやいや、いいですよ。ウォンテッド14の和樹、はい、ライディン鋼組対、はい、
なでしこ関西下野沢子アンド花月組、はい、はい、これも、ま、あのベストフレンズが持ってるタッグの2冠に挑戦するのが決まるという、ね、ちなみに今ベストフレンズは、うん、はい、え、2冠ですか今、JWP 認定タッグ、タッグとデイリースポーツ認定女子タッグ、はい、あとはアイスリボンのインターナショナルリボンタッグなんで3冠ですね、持ってるんですけど、もうなんかあの、はい、バッテンにこうね、肩が上げて、めちゃくちゃ重くてでもなんかレスラー冥利につきますよね、あれだけチャンピオンベルト負けるっていうのは、ね、はい、幸せです、ねえ、もう本当に総取りって感じですもんね、今ね、はい、で前回あの、うん、あ前回というかこの間までタッグのトーナメントがあったんですけど、はい、うん、オンテッドがまあカツカツ言って結局、はい、まあ、優勝できず、うん、でもベストフレンズ的にはオンテッドとやっぱりやりたかったっていうのが一番あったので、はいはいはい、そうなんですよね、うん、だからまあ来てほしいけど、うん、そこでこういやいやって名乗りを上げた花月の気持ちもいいなと思うし、ね、まあ、この和樹選手とライディーン・鋼選手は最近シングルやってますよね、はい、やりました、ね、昨日、一昨日、そうですよね、連戦でね、やってます、どうでしたか、全然もう違いましたね、うん、いつもの私、ウォンテッドってすげえつまんねえなって思ってたんですよ、うん、なるほど、あの別にそれはコミカル否定じゃないんですよ、あのコミカルやるにしても別に面白くないし、うん、はいはい、しかも鋼に関してはそんなことやってる場合じゃないだろうっていうのが一番あったので、結構中島さんですよね、鋼選手については厳しく見てますよね、うんうん、だって、うん、あんだけの体持ってて期待しない方がおかしいですよ、うんうん、それはもちろん期待してるから言うけど、うんうん、期待してるから言ってきたこととか、うんうん、なんか期待してた気持ちとかを今までことごとく裏切られてきたんですよ、うんうん、で、うん、もう今回はもうこれでダメだったら私はもうないなと思ってたので、はいはい、でそれで迎えた昨日のシングルだったんですけど、す、ね、はい、いやもう素晴らしい、素晴らしい、って言ったらまあまあまだ、うん、まだまだなっちゃうから褒めないけど、そうそうそう、うん、でも前に比べればよく、そう、今までの鋼とは全然違ったし強かったし、うんうん、かなり追い込まれましたし、なるほど、うん、なんかでも昨日は多分鋼 J の興行では初めてのシングルメインだったと思うんですけど、なるほど、初めてのメインですね、そういうプレッシャーにこう、うんうん、なんですかね、勝ったんじゃないかなって思います、ようやく、うん、ある意味ね、ちょっと弱いかなメインと思ったんですよ、そうですね、中島ありさ、はい、ライディーン鋼、なんだこれ、うん、結果見えてんじゃん的なこう、うん、なんかやっぱりこう見る側のカード見た時のあれがあって、うんうんうん、だけどもそれをいい意味で裏切られてね、うん、本当に目の色がこう変わったライディーン鋼がね、うん、できんじゃんって、うん、そう、なんか鋼多分メンタル弱い優しすぎるんですね、わかんないけど、ね、って言うね、それさ、言っちゃいけないよ、だってそう、ね、よく言うけどさ、私だって優しいからそうそう、そうよ、そうよ、なんかさ、それすごいよく聞くの、なんか気持ちが優しいからみたいな言うけど、あ、でもだから、ね、私は優しくないみたいなそう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 、確かに、裏を返すはそうだ、そうだ、そうだ、私も優しいけど、それは関係ないからね、中島さん優しいんだよ、優しいんだよそんなピンいや、まあでもとにかくね、鋼、うん、ね、よかったと思うけど、でもそれはやっぱなんか継続が大事だと思うんだよね、うんうん、そうですね、なんかあのプロレスラーのそのステップアップって、うん、はい、メンタルをいかに強くするかってすごく大きくないですか、うん、大きいですね、うん、なんか気づいた瞬間から変わると思うんですよ、うんうん、なんか、あー、なるほどね、私もプレッシャー、うんうん、まあでも結構前昔から私はプレッシャー大好きだったので、うん、なんかシングルメインどうしようって、うん、あーってなっても寝られなくなったり、うん、勝手に涙出てきたりとか、うん、でも、それが好きみたいな、それがないと、うん、なんかダメですね、なんだろう、自分、要するにあの、中島さん選手も、うん、そのデビューの時あったわけじゃないですか、はい、デビューを若手の時代もあったわけじゃないですか、はいはい、でその時って、はい、やっぱりそのライディーン・鋼選手みたいに、はい、そのメンタルって言われたりとかしたことあるんですか、はい、どうですかね、もうデビュー当時からもすごい強かった感じ、いやいや、デビュー当時はその J に入るまでは全然、うん、なんですかね、うん、あんまりですね、本当何もできなかったので、うん、J の今の若い子たちに、あの頃の私を見せたら、なんだよ中島生意気なこと言いやがってって言われるぐらい何もできなかったですね、で、あのお客さんの前で、うん、私泣きながらもう早く試合終われってなったことあるので、後楽園ホールで多分デビューして
1ヶ月オフの頃たないぐらい、いやオフじゃない、オフじゃない、 JD A2Z の時に、なんか A2Z 解散みたいな感じになって、私と誰だろう、トヨタさんで組んで堀田さん、下田さんみたいなカードがあったんですよ。もうボロッボロにされて、もう何にもやりたくなくて、逆エビとかされて乗られてるだけでもう動けないし、もう泣きながら、なんでもう返さない、ワンツー返さないと思ってたのに、トヨタさんがカットに来て、もうなんで来るの終わらせてくれみたいな、そういうことかぐらいのことがあったので、でもそっから変わりました。なんかあ、そうです、なんかもう、そんだけカッコ悪いとこ見せたので、もうそれ以上ないなと思ったんで、やっぱりあれなのかな、どの仕事もそうですけど、やっぱり恥をかいたり修羅場をくると、人ってこう成長するのかな、やっぱりね、そう、もうだってリングの上で辞めるって決めてたの。あ、そう、これが終わったら辞めようと。で、その後どうしたんですか。結局ゴール取られたのかな、はい、そうです ね、 結局ね、はい、そう、その後ど辞めるって言ったんですか。でも結局なんか控室で多分怒られて、まあでももう A to Z それで終わりだったんで。ああ、そうかそうか。本当にマッキーしたよね。半年ぐらい、半年しないうちに。そっからだって、そう、堀田さんとかに、下田さんとかに会う機会もないし、別に関係ないしみたいな。そこはタフでした、なんか。なるほどなるほど。こいつら関係ない。関係ないみたいなね。なるほど。結構そういうなんか図太さみたいな。図太さある。持ち合わせかもしれないですね。そうですね、確かに。ねえ、はい。ということでちょっと話が逸れちゃいましたけどね、はい、でも挑戦者がね、はい、決まるということで、そうですね、勝った方と、はい、どっちもやっぱり手強い感じですかね。そうですね、あのなでしこ関西も好きなタッグチームですし、まあでもやっぱりあんだけ言ったんだから、やっぱオンテッドに来てほしいってのが、やっぱスッカも言ってたので、オンテッドっていうのは、はいはい、なんでやりたいですね。はい、はい、はい、次がタックマッチ、はい、藤ヶ崎ヤコ&ユーナ、ユーナ選手対サキ&水木のブリバトですね。ブリバトですね、ブリバ ト、 です、ね、ブリバト、はい、いやーこれはまあまあどうですかどうですか。いや私はね、はい、まあまあ、あのブリバトもね、その言いたいんですけど、ヤコ選手にちょっと期待をしたいなっていうのがあって、結構中島選手もヤコ選手に対しては厳しく言ってますでしょ、はい、そうですね、うん、だからね、ちょっと最近少しまた成長が、ね、はい、見れるような、ヤコ今一番伸び盛りですからね、うん、そうですね、一番伸びてますよ、うん、ね、意外とヤコ選手飲みに行った時に、ね、よく喋ったなと思って、うん、あ、そうですねよく喋りますね、気を許すとマシンガントークそうですね、それがまた、それがまたうざいっていう、うん、座った目でね、淡々とね、話すんですよ。そうそうそう、あの、この間あの、ヤコ選手と中島選手2人でここに来てもらったじゃないですか、はい、で、中島選手が話してるのに、ヤコ選手が上からかぶせてくる。そう、うん、慣れてくるとね、慣れてくるとね、よく喋れたけどね、かぶせてくる。そうなんです、で、なんかもうこう、イエスかノーでいいのに、わーってくるから、いやもう、ね、イエスかノーで大丈夫だよ答えだけでいいから確かに確かに確かに、説明が多い、説明が多い、説明が多い、ね、説明別聞いてないから、はい、ね、なんか伝えたいね、伝えたいよね、そうね、そうそうそう、なんかそのあたり私は可愛らしいなと思うんですけど、そうですね、まあでもあとブリバトもすごい楽しみですね。あ、そうですね、ブリバト、ブリバトとして J に出るのは初です。そうですね、ブリバト初参戦、今回あの2連戦で、あのシングル、あ、シングルじゃないや、1人ずつあの2日に分けて参戦してもらって、まあで2人で組んで出るっていうのが初なので、すごい楽しみですね。ユーナ選手どんな選手ですか。結構ね、あのパワーファイターなんですよ。あ、そうなの。私も一度も見たことない。体型的にはあのヤコ選手にタイプ似てるかもしれないですね。あのデビュー、ズングリムック、そう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 、ズングリムック言ったらあれだけど、あの結構あの去年年末かなデビューして、あの二人ね、マリってこと二人でデビューしたんですけども、あ、じゃあデビュー1年ぐらいです。そうです。まだ1年経ってないです。そうなんだ。1年経ってないです。年末なんで、あのね、目がギラギラ輝いてますね、二人ともね。ちょうどあのあそこあれ
イナはシュリさんも抜けちゃうし、うん、ナルミヤさんも抜けちゃうんで、そういうのがあるね、レイナの選手、レイナの選手なんでね、うん、である意味だから2人はね、これピンチじゃなくてチャンスなんだから、うん、こんだけ2つ上がポンポンっていなくなるってことは、ね、いけるんだからってことを言ったらもう気持ちをパッと切り替えて、みんなキラッと光ってね、今ね、勢いあるんで、ちょっと、ね、JWP でもどんな試合するのかね、うん、ちょっと引っ掛け回してくれるかな、そうですね、ね、楽しみですね、どこまでやれるかこの中でね、うんうん、あ、中島さんでも見たことない選手いるんですね。見たことない、結構いますよ。あ、いるんですね。結構います。結構いろんな団体渡り歩いてるんで。いやいやいや、レイナ出てないし、うん、あ、そうかそうか、そうですね、全然わかんない。おお、だから、まあ、見れたらね、見れたらね、はい、次が、勝間奈美の再デビュー戦です ね、 そうですね、エラビットミュー対勝間奈美という、はいはい、勝間奈美選手は一回引退したんですか。そうですね、引退しました。一昨年、ね、そうですね、なんか7月怪我かなんかしちゃったんですか。うん、まあ、家庭の事情とかいろいろありみたいな感じですね。ああ、なるほど。あ、怪我とかではなくて、うん、怪我ではないです。で、また整ったので再生と、そうですね、はい。どんな選手なんですか、勝間奈美選手。奈美は、まあ、もう完全にエース路線ですよね。もう体もでかいし、センスもあるし、まあ、顔も可愛いし、顔も可愛いし、うん、エース路線だと思いますよ。まあ、で、暑いですしね。あ、暑い、うん、はい、うん、絶対負けない、引かない、うん、ジュニア POP のチャンピオンでもありましたしね。そうですね、はい、うん、図太さ持ってると思いますよ、うん、かなり。あ、本当ですか、はい、マッチョはどう見てます、この真奈美選手は。で、お帰りなさいって感じです。そういうのはね、お帰りなさいって、まあ、いろいろね、説明ありましたけれども、いろいろ事情でどうしてもこうやむを得なくこう一度リングを去らなかったならない、まあ、ただ彼女まだ若いんでね、うん、これからいくらでもね、今おいくつ、今21、まだ8そこそこですよ、21とか2ぐらいですかね。まだまだこれ、ね、まだまだ ね、 そうですね。で、別にこのプロレスの野心がなくなって引退したとかっていうわけではないん で、うん、で今環境が整ったので、うん、さあって感じなんでね、うん、まだまだね、これからいくらでもベルトは取れるし、上にも行けるでしょうし、うん、体もまだしっかりしてますね、昨日見たんですけどね。楽しみですね、またね、JWP ね、うん、これラビットミュー選手はちょっと意地でも負けられないですね。そうです ね、 ですね、負けちゃいけないですね、負けちゃいけない、まなみの引退試合のカードでもあったので、はい、あ、まあ、新しい、またそういうことか、こっからまたスタートっていうのがまた、うんうんうん、なんかね、JWP ファン的には、関係あるので、ね、ラビットミュー選手が引退試合を務め、そして再デビューまた務める、はい、ね、ですね。だからでもミューには、うん、そのもちろん帰ってきてくれておかえりっていう気持ちはあるだろうけど、出してほしくないですね。あ、うん、だって有効的になる必要ないし、だってもう完全にミューのが上になってますから、うん、そういうところをちゃんと気持ち持ってやらないと、うん、まあ、すぐ追い抜かれると思うし、うん、なんか私、中島選手の一言一言聞いてると、はい、本当昭和感じますね。なんで平成生まれです。本当昭和感じるのよ。じゃあどう、いやいや、ゲストは山本小鉄さんですって。本当昭和感じるんだな。何なんだろう、もうね、いや、やっぱり勝負の世界の先端に、そうですよね、あれなので、やっぱりそこはね、このね、仲良く楽しい試合見せてくださいなんて言葉は口が裂けても出てこない人だから、うん、中島さんはね、本当にもう本当に出てくるんなら潰すぞっていうのを繰り返してるんでね。でも勝負強い人が勝つ、当然ですよね、うん、そうなんです。だからもうお前と私は違うんだよっていうところを見せてほしいですね、ミユ、ね、には、ね、うん、強い人が残ってるわけですからね、うん、そうですね、はい、はい、そして最後、はい、じゃあこれは私が紹介させてもらっていいですか。ね、これは中島さんがね、試合なので、はい、はい、JWP 認定無差別級選手権試合ですね、はい、今の王者が尾崎真由美選手、はい、そして挑戦者として中島有紗選手が挑むという形の試合になります。春の大一番ですね、これね、これはね、いろんな意味で楽しみ、ね、うん、尾崎真由美今めっちゃ怒ってますから。ですよね、ですよね、あんな尾崎を見れんのはね、面白いですね。ね、いやー、でも本当にあれですね、この直前にオッズと決別して、うん、はい、そして対戦相手にこれ指名した形になったんですか、はい、いや、
や指名で向こうからですね。あ、向こうから中島とだったらやってやってもいいよみたいな。なるほど。決まった当時はね、じゃあうちらでやるか、ま、ね、そう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 、対戦とかっていうんじゃなくて、お前ら相手いないから、相手いないんだったらうちらでやるかぐらいの感じでこう決まったんだけども、アリサ選手の中ではバカ野郎この野郎実はなというこうね、これがあって、でまあ結果的に一番面白いこの形で4月3日を迎えられることになったと。いや、はい、この流れってすごくこれも昭和を感じるんですよ。いや最高じゃないですか。最高じゃないですか。もうね、なんかプロレスって裏切りの歴史じゃないですか、はい、どっちかというと、はいはいはい、で最初の中島有沙選手が、うん、JWP どっちかというと JW を裏切って、はい、オツについたわけじゃないですか、うん、あれも裏切りですよね。そうですね。で、はい、でつい先日オツを裏切って、はい、またね、中島選手がこう、はい、別れたと、で尾崎選手とこれ対戦すると、はい、もうこの流れはたまらないですよ、たまらないですよ。なんか長州と藤浪みたいですなんかね、たまらない、なんかいいかと思ったら殴り始めたりみたいな感じでね、こうね、いやでもこれ別れるのは、はい、もう対戦が決まる前から決めてたんですか。もちろん、もう向こうに着くっていう発言をしてる時点から。でもそのタイミングっていうのも決めてました、うん、それはもう無差別戦が決まってるかどうかっていうのは関係なくて、うん、はいはい、あのまあ、向こうのホームでより多くの人の目に触れる場所で裏切ってやろうと思ってたので、はいはい、敵地のね、後楽園ホールのね、はいはい、もうあの大衆の面前で取り乱した尾崎真由美っていうのが、もう私の中ではもうしてやったりというか、なんか気持ちいいですよね。気持ちいいね。むしろ、ね、そう、まあ、むしろ気持ちいいよ。なんか新日のドームで棚橋に恥かかせて終わったみたいな感じのこうぐらいのね、こう本当に、うん、ね、だって散々ほら JWP の選手も、まあ、中島さんが JWP に、うんうん、いた時も、はい、その散々いたぶられたわけじゃないですか、尾崎真由美選手、うん、はい、それをしてやったりですよね、うん、はい、そうです。結構 JWP の選手も留飲下がったんじゃないですか、うん、もしかして。え、何せ？JWP の選手も、はい、そう留飲下がったんじゃないですか。ああ、どうです、いやどうですかね、関係ない、私は私、やつらはやつらです。まあまあまあそうかもしれないけど。そうだよ、自分たちのさ自分たちの悔しい思いを人に晴らしてもらったらダメですよ。あ、まあそれを今度の後楽園ではまたちょっとね、うん、一花二花あるかな、うん、ファンがね、JW ファンがすごい喜んでんですよ。だからやっぱりね、あの JW ファン、僕もそうだったんですけど、見てたんですけども、やっぱり無差別のベルト尾崎が取った時に、うん、足元に落っことしたんです。あ、で、その無差別のベルト上から踏んづけて、うん、踏んづけた挙句にスッとこう足で蹴り出したんですよ、リングの外に、うん、はいはい、ベルトがスッと滑ってリングの下にポトンと落ちたんですよ、うん、はいはい、あれを見てた時の J ファンのこの怒り浸透たるやもうね、いや本当に人のベルトによくもですよ、ね、私のですからね、あれ、そうね、ああそっか、いやお客さん椅子持って振りかぶって本当に行った人いたんですよ、あの時に、うん、本当にリングサイドのお客さん行ったんですよ、いたいた、え、リングサイドで椅子持って、誰かと思ったらお客さんだったんですよね、あれね、それぐらい本当に見ててもうカーッとなって腹立って、見てる方もみんな腹立ってて、だから JWP ファンっていうのはあそこでもう煮えくり返ってて、 もちろんボリショイさんも煮えくり返ってて、うん、なんだこれやってなったんでしょうけども、うん、それをやっぱりねこうね、で中島有沙選手が今度寝返ってなんだよってなったところで、またそう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 ね、あれも衝撃だったよね、それがピュアハートか、だけど実はこうだぞっていうのがここでどんでん返しが今ここであって、で4月3日を迎えるわけですから、このでも半年ぐらいですか、半年も経って3ヶ月ぐらいか、そうですね、12月だからね、はい、そうそうそう、はい、そうですね、3ヶ月ぐらいどんな心境だったんですか。いやでも全然あの特にあのないですよ、うん、通常通り、通常通り、通常通り、でもほら J の選手と JWP の選手と顔を合わすわけじゃないですか、はい、その試合前とかね、はい、練習とかもするんでしょ。いや練習でも道場行ってなかったので、あ、別の場所で練習してたので、別の場所で練習してて、はい、そうなんです。でもなんか別にそれはそれで私は私だしっていうのもあるし、それで盛り上がるっていうか、この何ですか、こうこの人たちがクソってなってくれるんだったらその方がいいし、うんうん、でもそれはまんまとハマりましたよね。ハマりましたね。その J の選手も JWP の選手もやっぱりクソってやっぱ持ってね、うん、あの刺激、相当な刺激になりましたよね、はい、うんうん、これに続かなきゃいけないんですよね。そうそうそう、これ中島選手にみんな JWP も任せといちゃいけないんで、そうそうそう、もっとね、私も私もってこう出てこないと、うん、
な、ここで中島選手が JWP の無差別取って、はい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 、めでたし、めでたしじゃいけないことであってね。そうですね、別に私が無差別取るのは JWP のためでもないし、うん、JWP の選手たちのためでもないので、うんうん、そこはちゃんと、ね、切り離して考えてるんで、みんな、うんうん、いやいや、私がってなってくんないとつまんないですね。昨日ね、ハガネ選手が早々手を挙げましたからね、うん、そう、帰り際にマイク持って、あいつまで調子乗ってやがんだよ調子乗ってるよって言ってね、もうでもそうやってそうやって出てきてくれるのはすごく頼もしい、ね、頼もしいですね。ジュニアなんてね、うん、調子に乗ってなんぼですから、うん、もう楽しみですよ。若手がね声を発するようになったら盛り上がるんですよ、うん、そうですね、そうですね、演出しなきゃいけない、うん、もう先輩の顔色なんて伺う必要もないし、はい、そうそう、俺が私がっていうの来ると、うん、また、あ、面白くなってますよ、うんうん、楽しみですね、楽しみですね、今後は、うん、変わっちょっとずつですけど変わってきてるっていうのがこう、ね、お客さんにも届くようにちゃんと、うん、はい、思っていきたいと思います。いやでもね、そういう考えてみると中島選手はもう名プロデューサーですね。いやいやいや本当に、ね、やめてください、なんかそういう、この間、はい、シードリングでも、はい、ね、リングやったんでね、うん、そうです、そう、いつまで待たせんだと。そうです、そうそうそう、私はもう高橋七重とやりたいので、うん、これまた女子プロ界の頂上決戦になっちゃうんですよね。もうね、高橋七重ですよ、やっぱり。あ、そうなんですね、そうなんですね、はい、女子乗っちゃってますからね、今一番ね、このね、シードリングですよね。そう、そうですね、もうね、シードリングのね、この言いましたけど、うん、セコンドについてる時のイライラ感ね、うん、あれはたまりませんね。そう、なんかやっぱりこう、高橋七重は他の選手と違うので、うん、すごいですよね、やっぱ彼女もね、うん、やっぱりね、どういうふうに違うんですか、選手から見て。なんかやっぱ、うん、なんですかね、まあ、高橋七重にも嘘がないと思うんですよ、うん、確かに、うん、だし、なんかもう、まあでも多少、あ、でも言いたくないけど、うん、なんか憧れてたことがあるので、あ、そのあんま女子プロレスってそんな見てなかったんですけど、前場のビデオとかを見てて、やっぱ高橋七重かっこいいなと思ってたのもあると思うんですけど、まあでもね、そこに近づいてる自分っていうね、いやもう十分近づいてると思いますよ、はい、なんでその、うん、やっぱり今こう力を、自分の力を試すっていう意味でももちろん勝つっていうのが一番、勝てない相手じゃないって思い始めてるので、この間よしこ選手勝っちゃいましたからね。そうっすね、あれ見ててどうだったんですか。いや高橋七重ふざけんなよですよ。ですよね、はい、狙ってる人間、お前何やってんだよ、そうそう、場合じゃないだろ、狙ってる人間としてはね、そう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 、って思いましたけど ね、そうそう、うん、そう思いますよね。私はそのよしこの試合はあの日初めて見たんで、はいはいはい、あ、本当ですか。そうです、そうです。まあでも高橋七重が負ける相手じゃないよなって思いますけどね。どうしたんでしょうね、うん、私も負けるとは思ってなかったけど、みんな思ってましたね。いや、そりゃそうですよ、うん、1年休養明けでこう、うん、キャリア3年の吉子選手と、まあまあでもその、うん、吉子には別に興味ないけど、高橋七重に勝った吉子だったら興味はあるんで、うん、ああ、なるほど、はい、なるほど、うん、まあ少しずつが、ね、あの牙城崩していく感じですかね、うん、でも一気に行きたいでしょ、もうずっと狙ってましたからね。そうですよ、高橋七重と早くシングルがしたい ね、うん、ちょっと私もそれはちょっと楽しみだね。めちゃくちゃ楽しみですね。はい、はい、楽しみです、はい、うん、まあ次回はね、まあまあ決まってるみたいです。わかんないですけどね、いつ挑戦できるのか、ね、本当ですよということで、ちょっと次の話題に行きましょうか、はい、まあひとまずね、4月3日コラボの方ですね、はい、ぜひ、お昼の試合ですね、12時開始ということで、はい、ぜひこのやっぱりね、あのカードを密して女子プロレスは語れないぐらいの、うん、ね、そんな大会になりますから、うん、ぜひね見に来ていただきたいなと思いますね、うん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、そして、ベストフレンズの今後の展望なんですけども、はい、いきなりこんな話題になっちゃいますけど、そうですね、うん、どうなんでしょうか。そう、藤本司選手はなんかどっちかっていうと、はい、そう、中島さんの後にこうオッツに一緒に行ったりとか、はい、離れる時はどうなるのかなみたいな、はい、うん、なんか、まあ、でもツッカーは別に何も言わなくても分かってると思うので、うんうん、もうね、そう、もうそれぐらいになりました、ベストフレンズも。そうかそうか、もう心が通じ合ってると。そうですね、うん、もうだからなんか笹選手は、藤本選手は中島さんと組んで、はい、うん、いい試合ができればいいかという感じですかね、うん、そうで、この間アイスリボンの後楽園ホールでタイトルマッチをして、うんうんうん、まあ、防衛をした時に、はい、スターダムのサンダーロックがなんか突然来て、はいはいはい、なんかツッカーは結構そこにこう、うん、
燃えてるのかわかんないけど、うん、感じなのでまあ、うん、それはそれで良いのかなと。なんか冷めてるじゃないですか。いや冷めてないですけど、あの全然ね。そうですよ。だからそういうツッカもいいなって。ああなるほど。なんかスターダムの選手が挑戦しに来たんですね。そうですね、サンダロックですね、うん、はい、あのイオと、まあ、白井イオ選手と、あ、まあ、やっぱり前ですね。そう、2人ね、びっくりしたんですけどね、僕もね、エコできたから、ね、イオとツッカはね、言い合いをしてたよね。だから私は、あーと思って見てたんだけど。でもなんか珍しくないですか、あのスターダムから来るの、うん、珍しいですね。だからそれぐらいベストフレンズにとやりたかったんですよ、多分。もう今ね、そうそう、あの本当にベストフレンズったらね、歌も出してるし、あ、はい、歌は毎回歌ってるんですか。え歌のことはまあいいんですよ。あ、そうですか、そうですか。この件をどうなんだろう、ね、ください。あ、そうですか。CD も出てるんでよ。あ、そうですね。そうだよ、宣伝しとかないとね。そうです。でもなんかそのベストフレンズに勝つことが今一番タッグとして株を上げることだなっていうのは、うん、がいう認識があるってことですよね。だって3冠ですもんね。そうです、うん、ね、一番強いタッグチームですよね、今。そうです、そうですね、そうです、フレンズはね、うん、女子プロだからね、はい、はい、最強です、最強ですね、今、はい、最強だし、あの、はい、人気もある、うん、あ、ありがとうございます、人気もある、そうだ、もうベストフレンズっていう名前がね、そうそうそう、広まりましたよね、広まりました、広まりました、でも、やっぱり、うん、歌のことを言わないで、歌も歌ってるってのもまたね、クラッシュギャルズみたいな、そう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 、ね、いいと思いますよ、発信力があって、ね、私も頑張ってるんですよ、頑張ってる、頑張ってるからね、はい、はい、ということで、ますます、ますますね、はい、強くなってくるベストフレンズということですね、そうですね、で、はい、そろそろですね、もうお時間も結構いい時間なんですが、はい、はい、中島選手にとって、はい、プロとは何でしょうという話なんですが、最近ちょっとプロにこだわってまして、うん、プロとね、アマのね、境があんまりね、こう、こう見えにくくなってるなっていう、うん、まあ、このプロレス界なんですけど、うんうん、どうでしょう、なんですかね、うん、もう完全にもう中島選手見てると、はい、うわ、やっぱプロだなって、お、うん、ありがとうございます、やっぱりあの本音で言える感じ、はい、うん、プロだなって、うんうん、あのやっぱり見せ方もそうだし、はい、強さもそうだし、はい、でやっぱりあのエルボーを見たら、はい、もう強いなと思いますね。おー、やった、ありがとうございます。今日ね、中島選手が来るって、あのうちの小林くんでね、スタッフがいるんですけど、はい、この間一緒にスタート、シドリーに行ったんですよ、はい、そう、はい、で最後にヨシコに続き食らわせたじゃないですか。選手に、はい、ゴツーンと脅したでしょ、はい、原田さん、あの今日中島選手に続きもらったらとか言って勘弁しがないよ、いやいやいや、ね、思わずやっちゃいました、撮影終わっちゃうんだよね、そこでね、ビーッだよ、でもすまながらやっちゃうんでね、どうせやろ、いやでも何ですかね、プロとは、うん、そういうなんか例えばなんか受け身が取れるとか、うん、しっかりとね、うん、体作ってるとかっていうのはまあ当たり前のことだと思うので、うん、じゃなくてやっぱ気持ち的なものだと思うんですけど、どれだけプロレスにかけてるかみたいなことなのかなって思いますけど、やっぱりなんか片手間でやってるプロレスラーはプロじゃないと思うし、もう本当に目が覚めて寝る時までプロレスのことを考えられるかどうかみたいな、で、まあ、J の若い選手にも思うんですけど、プロレスのことをもっと考えた方がいいんじゃないかなって思うんですよ。なんかもちろん練習するのも大事だし、でももっとなんか試合を見るとか、うん、なんかプロレスどうしたらいいんだろうみたいなのを考える、うん、プロレスのことばっかり考えるっていう日があってもいいんじゃないって思うんですけど、うん、まあでもね、若いうちは何ですかね、私も恋をしたり、恋をしてるのかな、恋をしてると、恋はあ、分かんないけど、でもその若いうちって、うんうん、じゃ例えば休みになったら、うん、よっしゃ遊びに行こうみたいなとか、うん、遊びに行ったら何も考えずに、うん、わーみたいなのがあったと思うんですけど、私でもツッカといるようになって余計なんですけど、うん、もう常にプロレスになりました、うん、ツッカもそうなんですよ、これプロだね、普通になんかご飯食べに行ってたりしても、うん、これさ、プロレスでさ、こうなったらさとかさ、うん、もう常に
僕サッカー好きなんですけども、うん、鹿島アントラーズのジーコ選手がこうインタビューで言ったことがあって、うん、プロって何ですかっていうことを言った時に、うん、いやプロって普通に自分の仕事をリスペクトすることで、うん、だから J リーグの選手は24時間サッカー選手であるうちは24時間サッカーのことだけ考えてればいいんだよっていうことを言われたんですよ、うんうん、いやそうだと多分今ね中島選手が言ってることってそうだと思うんです、うん、もう寝ても覚めてもこうプロレスのことでずっといるぐらい、うん、それぐらいでプロはちょうどいいんだよっていう風な、うん感じというか、まあ、もちろんご飯も食べるし寝たりもするし、ね、いろいろ楽しんだりすることもあるけれどもそのぐらいのそうを当たり前にしておくことがそのモチベーション自分のプロであるクオリティを維持することにもつながるんではないかなってことですよねおそらくね、うん、今の、ね、言葉を借りるとね、はい、本気が伝わる、うんうんうん、だから中島さん前言ったじゃないですか、うん、あの心を動かすようなことだけだって、うん、そうですねでこれが伝わるとなんか、うんすごい私なんかクオリティ高いなと思うんですよねプロだなと思うんですよいつも伝わりますよ、ね、ありがとうございますそうなんです全力ですそうなんですもうそのあたりがすごいだから今のトップレスラーの方そうなんです僕がこう見ててね目頭が熱くなるようなそう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 もちろんね七重さんもそうですし、うん、松本ひろさんもそうですし、うん、もちろん中島有さんとして里村さんそうですし、うん、みんな共通するのがすごく本気でぶつかってる本気度がリングの中からどんなところに座ってるのも伝わってきて、はいはい、うわって鳥肌立つような感じで見ていられる、はいはい、それが伝わってこないでなんかビール飲みながらこんな感じで見てられるようなプロレスじゃなく前のめりにこうなるようなプロレスをやってくれてるっていうね、はいはい、そうですね、うん、ほんとそう、それがやっぱりプロなのかな、うん、ですね。なんかもう1週間前だったかな、ある団体で名前出さないですけどもリング上でやったら、いや僕これ娯楽でやってるからさってレスラーが言ったんですよ。いやもうね、もうリング降りろですよ。いや本当そうですね、金返せだな。いやいや本当にね、5000円も出してそれ言われた俺にはもうね、いやもちろんこういろんなタイプのプロレスってあっていいと思うんですよ、もちろんコミカルのもあっていいし、ただやっぱりこう見に来てる人たちを前にしてそれを口にして出して聞いた時に気分悪く思う人もいるようなですか。いや冗談でもダメですよ、だってそこに命をかけて上がってる人たちがいるわけでそう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 なんかそんなだったらもうプロレスラーって名乗んなって思うんですよね。いいなぁ、なんか長嶋選手ちょっとなんかプロレス界の代表になってきた。いや違う、でも本当にすごいなんかお前なんかが狂わせな、なんか生意気なこと言ってと思うかもしれないけど、でも私はもうそれぐらい本気でやってるので、うん、で多分今さっき名前を挙げた選手たちって多分、うんもちろんお客さんにも届いてるし、自分たちも多分プロレスをすごい楽しんでると思うんですよ。本気になればなるほど自分自身も楽しいし、うんうん、だからその楽しさをまだまだ知れてないなって思います。みんなもっと面白いよって本気でもっと楽しい試合見れるんですね、これからね。やっぱり自分たちが楽しいって思う。目離しちゃダメだよ、もうそうだよいやもうなんか本当に嬉しくなりますね、本当に嬉しくなりますね、はい、プロとは、ね、もうこれはね、私ちょっとずっとねテーマとして持っておきたいなと思って、自分の仕事もそうだし、はい、やっぱりお金もらってる以上はプロなので、そうですね、やっぱり命かけてやっていきたいなと思ってますからね、それはやっぱりお客さんに恥じない試合をやると、いうことだし、お客さん楽しませる、ことだと思いますけどね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、そろそろなんですが、はい、中島選手はね、プロレスを通じて伝えていきたいことって何かあります、はい、ありますよね、やっぱりね。そんなんでも考えたことない。でもなんかね、あえて言葉で言うよりも、はい、なんか中島選手は身をもって示してくれてるなっていう感じは私はすごくしてます、はい、リーの上からね。なんですかね、でもプロレスラーなんて根本は強くなるとか勝ちたいとかじゃないですか、だからなんか別にお客さんにこれを伝えようみたいな思ってリングに上がらないですよね。今日はお客さんを元気にしてみたいな。ああそうかそうか、ないですよね。ああそうかそうか、後からついてくる、後から結果的にそうなったみたいな感じかな、と思いますけどね。もうでも十分伝わってるんで、ありがとうございます、よかったです。心を震わせていただきますね、いつも。あ、勇気をもらってるってまさにこんなことです、ああ嬉しいです。身をもって勇気をもらってますから、言っていただけるのが本当に嬉しいです。そうそうそう、なんかそういうお手紙とかもらうんですけど、もう泣いちゃいますね、嬉しくて。
いやもうあの放送では言えませんけど、うん、後で言いますけど、うん、本当に勇気もらってます。何ですか？何ですか？どういう勇気だ？放送で言えない勇気って。どういうこと？いやもうね、あの最近ね、あの、まあ、男子プロレス、女子プロレスの皆さんご来ていただいてるんですけど、はい、うん、本当にあのプロレスには勇気もらってます、うん、勇気もらってます。だからプロとアマの違いっていうのをちょっと 、うん、気にし始めたのはやっぱりいろいろとあったからなんで、後でまた伝えます。あ、なるほど、ちょっとね、この後が楽しみでございます。ということで、そろそろお時間でございます、はい、4.3 コラケンホール大会ですね、はい、この大会ここ見てほしいという言葉をお聞きして、はい、終わりにしたいと思いますが、それはやっぱりもちろんね、はい、あの無差別のベルトがあるべき場所に戻る、はい、ところを皆さんに見届けてほしいなと思いますよ、はい、はい、まあでもいろいろ見どころはたくさんね、はい、あるんですけどね、うん、それはまあ自分たちで見つけてください、うん。左ですね。ぶん投げられた気分ですね。だってね、カーナビでもそれぞれあるんですよ。いろいろね、マナミの復帰戦だとか、オンテッドの覚醒だとか、ブリバトちゃんとか。はい。ブリバトちゃんとか。いろいろね、うん、ブリバト対ヤコ、面白すぎですよ。面白いなぁ。絵が。まあね、とにかく会場に来て、感じてくれと、はい、そうですね、感じてくれと、そうですね、その通りです、はい、でチケットはどうすればいいのかな、じゃ あそうですね、はい、買うには、はい、あ、そうそう、あ、いいところですか、ね、そこ言わないとダメですよ、終わっちゃうの、まだ、はい、あのこれは JWP のですね、はい、ホームページですね、うん、JWP のホームページ行けば買えますので、はい、買えます、ね、予約ってあれですか、試合のいつぐらいまでに予約できるんですか、多分前日ぐらい、あ、前日か前々日ぐらいまではメール予約を受け付けていますので、で、あの私のブログとか見ていただいたら、はい、そこからもチケット予約はできます、はい、それも前日までだったら大丈夫ですので、皆さんぜひ、はい、ぜひ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 、はい、ね、オラカインホール見に来てください、はい、ね、もう絶対 ね、はい、もう熱い試合をお届けしますので、ね、はい、いや、あの見に来て多分後悔しない、しません、絶対しないです、絶対しない、はい、あのもう得した気分になって帰りますので、なります、はい、あの本当に最高の試合を、ね、見せてくれると思います、はい、はい、ということで本日は中島選手、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、最後いきますよ、はい、プロレスラースキー中島、ありがとうございました。サブミッション。悔し涙。